大きな地震から1週間なんですけれども、さまざま調査だとか、データ解析が進んでまして、はいうん、いろんなことがです、ね、分かり始めてきました、はいで、先週の大地震なんですが、相馬とか国見ではなんと、戦後最も強い地震だった、はい、ということが分かりました。うん、まずこちらの v からの VTR かご覧ください ツイッターでいただいたのが実家が相馬です、うん、去年の2月は棚のものが2、3個落ちたぐらいでしたが、うん、今回は棚ごと倒れ、うん、仏壇も倒れてしまったらしいですということなんですよねで、東北大学の災害犬がですね調査に入りました2021年と比較してやっぱり相馬国見が被害が大きい、はい、そして無鉄筋、袖壁なしブロック壁のおお<ー>被害が多発している、はい、ということなんですよねで、壁が少ない店舗店舗の併用住宅の 被災が目立つというのが、今回の地震で目立つことでしたなるほどそして今週の相馬市内で,です、ね、こういう声がありましたので、皆ささん聞いいてください屋根の瓦がずれたのと、あと柱がもう曲がっちゃって、が動かないです、ね、今までで一番ひどいですね、11年前の時よりもすごくひどいです、みんなそう言ってましたね。 こういうい声があるんですよ11年前より今回がひどかったとそう東日本大震災よりひどかったんじゃないかという話を聞きました、それをその裏打ちされるですね実はデータが出てきたんです、ねはい、あの気象庁の震度って、まあ、6強とか7とかありますが、うん、この震度って何から出しているのかというと、はい、この計測震度計から計算されたデータで出ていて計測震度が6.5未満で6強、はい、7が6.5以上で6強、7なんです。 そう細分化されている、これ、初めて聞く方多いと思います、はい、これ、計測震度なんて言われてます、うん、で、去年2月のこれ地震なんですが、はい、相馬6.0、はい、国井町6.1度だから、うん、もう一回ちょっとこれ、一緒に見せてもらっていいですか、うんあの、なので、去年はどちらかというと、震度6弱に近い6強だった、あなるほどこれ、覚えておいてください、はい、じゃあ、先週16日夜の地震は、うん、はい です<ー>ですごいことが分かりまして実は、もう震度7に近い6強だった、はい、このデータを見るといかにです、ね、この先週の地震がです、ね、強い地震であったか。 震度7というのは阪神大震災とかそれから熊本地震とかうこういう地震に匹敵するものですから一口、6強といっても違うんです、ね、違うんです、6強の中でも強い部類に入るということだったんですでは、東日本大震災より強かったのか、はい、これもデータが出てきましてね。うん あのー、こちらをちょっと見ていただきたいんですけれども、これ、地震の揺れの強さを揺れの速度で表した、えー、図です、はい、相馬に注目なんですけれども、えー、縦軸が速度なんですが、はい、赤い部分が先週の福島県沖、はいで、緑の部分が東北地方太平洋沖、つまり東日本大震災の揺れなんですが、ここ、どうですか大きいですね、大きいですよね、はい、つまり東日本大震災の揺れよりも速度が大きい。つまり相馬や国見ではではすね 東日本大震災を超える揺れだったんだよということなんです。ですからデータでは裏打ちされたものである、全然皆さんが感じたことは、これ、本当だったという、そういうことなんです、ツイッターでこういうのをいただいております、なぜ今回、国見とか白石市があんなに被害が出たのですか、特に皆さんが印象にあるものとしては、この新幹線だと思います、脱輪してしまった、そして高架橋の被害。 1,000カ所,所ですよ、今回、東北新幹線、多いですよね、その中でも特に福島から仙台間で多いんですけれども、こちら、下のちょっと地図を見ていただきたいんですが、これ、白石蔵王駅です。で、ここ、南に2キロの,のところがえ東北新幹線が脱線したところですね。はい、で、えー、ここが藤田です、国見町藤田。で、はい、この脱線のところも、そして藤田でほら、家屋が倒壊したところも、はい 何か赤いのが走ってますよね、はい、これ何かというと赤いの、はい、福島盆地青円断層帯なんです断層に近い部分だったんですね断層っていうのはまさに地震の巣で割れ目です、えー、これがあのです、ね、動くと福島盆地周辺でも6強以上場合によっては7ぐらいの地震の揺れに見舞われる可能性があるこの断層に近いところでやっぱり被害が大きくなって顕著ですね。これ一体どういうことなのか、うん、専門家の先生に聞きました こちらでございます実は断層の,この沈み込んでる部分、はいる国見の辺りもそうですね、福島盆地もそうですよね、それから白石山もそうですよね、うん、この断層の沈み込んだ側っていうのは、はい、砂や泥が堆積して軟弱地盤になるとことが多い、えー、だからとっても揺れやすい、ね、つまり国見とかですねそれから福島盆地の北側っていうのはどうしても被害が出やすいという。うん、だからこそ場所によって大きく被害が その通りなんです,んです、ね、だから場所によって被害っていうのは大きく変わってくるんですよという、うん、そういうことでもあるんですね、うんえー、では今後の注意点なんですが、はい、皆さんやっぱりこういう不安があると思います今日も余震,余震がずっと続いていて、うん、また大きな地震が来るんじゃないか不安な方も多いと思うんですけども、うん 実は建物というのは地震動によっってて今どんどんん弱くなっています、はい、先ほどあの国見からの中継でも、えー、あの地震でだいぶ建物弱くなっているんじゃないかという,うん、うん、佐久間さんのインタビューもありましたけれども、はいえー、3月11日、そして去年、うん、そして先週建物は蓄積疲労を起こしている,なるほどだから今後の地震で建物が損傷する可能性はゼロじゃない。うんうん だから今回の地震で窓や扉の動きが変わったりしていたら工務店に相談してください、建物の保証でなく補強もしくは耐震化をということでした。はあ これまでの地震、大丈夫でも今回ね、ね倒壊してしまったというところもありましたから、ね、そうなんです、で今、あの見た目にはまだ持ってるけれども、うん、次の地震で倒れてしまうことも十分考えられるとはいえ、ですね今、地元の工務店とか建設会社も、ですねあのオーダーがたぶんたくさん入ってると思うので、うん、なかなか対応しきれないと思うんですけれども、えー、回収することをですね、うん、皆さん、お勧めしたいと思います、耐震のですねそれから診断なども、ちょっと落ち着いたら見ていただきたいと思います。はい、では 今後の地震リスクはどうなのかということなんですが、はいえー、これがです、ね、去年の地震の余震域も含めた地震のエリアで今回ずいぶん北の方に余震エリアがあるんですよね、はい、でこれが2011年のマグニチュード7.2の地震のエリア同じようにプレート内、えー、岩盤内で起きた地震が3回起きてる、はいるここまだ破壊されてないな<ー>いてですね。ね、はい 東北大学の災害犬の遠田教授が今までのようにプレート内の断層が連続するならばこのミハ海域でプレート内地震が発生する可能性がある、はい、ということなんです、えー、なので、えー、先週と同じような大きな地震がより宮城側で起こる可能性もまだあるよ、うん、もう本当にもう地震勘弁してほしい、うん、疲れたそういう思いも私も同じだし、うん、皆さんも同じだと思いますけれども。はいはいうん まあ本当にあの月並みな言葉なんだけどいつ起きてもおかしくないんですよということをちょっと頭に入れながらです、ね、日々の備えをしっかりしていきたいなと私も思っていますし皆さんも思っていただきたいと思います。